マスオ TV。 はい、マスオ TV です。皆さん、今回はですね、じゃじゃーん、メジャーリーグベースボールのコレクションカードトップスで大谷翔平選手を当てるぞー。いやさ、今大谷翔平選手すごくない？今日もう30号ホームランを打って、もう試合で大活躍だったということでですね、もうね、そんなね、毎日毎日大谷翔平選手から元気をもらっている僕としては、カード欲しいなと思いまして、今日こちらね、トップス買いました。正直ね、妻のうーちゃんがあんまりね、野球興味なかったんですけど、僕がね、あまりにも毎日毎日、いや大谷翔平選手すごいわ、元気もらえるわって言うから、だんだんね、妻もね、ちょっと興味持つようになって、だったらカードゲーム買おうよ、コレクションカード開封してみたいよ、きっかけで今回ね、このコレクションカード買いました。いやー、野球選手ってすごいですよね。僕ね、イチロー選手の引退の時に感じたんですけど、もう毎日さ、今日はイチロー選手がヒットを打ちました、で大谷翔平選手がホームランを打ちました、大谷翔平選手がね、ピッチャーで勝利しましたみたいなね、そのニュース流れてくるじゃないですか。で、僕はそのこうニュース、何気ないこう流れてくるニュース、日本人選手がね、活躍しているっていうニュースに、どれだけ僕毎日元気づけられてるかっていうのを、イチロー選手の引退の時にね、ものすごく感じたんですね。で、今はね、もうね、もちろん大谷翔平選手だけじゃないですよ。ダルビッシュ投手だってね、めちゃくちゃ大活躍してるんですけど、その中でもね、特に最近やっぱりね、大谷翔平選手のね、活躍、元気もらってるなって感じる日々なんです。何を語ってるのか分かんないですけど。はい、ということで、こちら大谷翔平選手当てるぞってことで、まあ開封していきたいと思います。ちなみになんですけど、昔ね、僕ね、こういうカード集めてました。これね、小学生の時に集めていたカードなんですけど、プロ野球チップスというね、カードです。これ2000年のカードなんですけど、まだ巨人時代のね、松井秀喜選手、そして西武時代の松坂大輔選手で、ミスターのね、こう胴上げということで、でもう昔からこういうね、好きな選手のカードをね、集めるのは好きだったんですけど、はい、大人になってもね、やるともうね、幸せでしかない、はい、こういう動画でございます。で、中にはね、このトップスのカード、もう超激レアになったりするカードもあるらしいので、もしそういうのを引けたらね、一攫千金じゃないですけど、そういうのもあるらしいですよ。ちょっと詳しくはわからないですけど、はい、でも僕はとにかく大谷翔平選手を当てたいということで、開封していきたいと思います。それでは早速開封していきましょう。でですね、この表紙がね、大谷翔平選手なんですよ。まあ去年ね、モーストバリアブルプレイヤーということで MVP に選ばれて、おそらくね、このように表紙に、ね、なっているんだと思うんですが、日本人選手がさ、こんな風に表紙になっているっていうのはね、まあ、感動でしかないですよね。でね、このね、大谷翔平選手の凄さをね、こう野球わからない人に伝えろって言われたってもね、めちゃくちゃ難しいんですよね。どう伝えたらいいかわかんない。なんかむしろ大谷翔平選手の凄さをさ、皆さんなんか例える手段があったらコメントでよろしくお願いします。うまい例えが本当に見つからなかった。こういうカードなんだね。おお、すっごい、一パック一パックがね、なんか日本のカードゲームよりごっつい気がします。はい、それでは一パック目いきましょう。おお、来たー。はい、こちら一パック目です。僕ね、大谷翔平選手はめっちゃ好きなんですけど、メジャーリーグにじゃあ詳しいかって言われたら、そうでもないんですよね。だから、大谷翔平選手が本当に出るかどうかっていうね。おー、ちょ、わからない。お、ヤンキースの、ね、選手ですね。ほい、ほい、ほい、お、お、すごい、これゲレーロジュニア選手、去年大谷選手とホームラン王をこう争ってバトっていた選手のレアカードが当たりました。すげえ、キラキラや、一パック目からこういうの当たるんだな。フルマラソンのメダリストが100メートル走でもメダル取るみたいな、そういう例えしてるらしいです。こうやってめくっていったら分かりやすいですね。お、
はい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 からの、はい、こちらジョージ・マテオ選手と、おお、キー・ブレイン・ヘイズっていうね、大谷翔平選手がこう出ないとスーッと終わっちゃいそうですね。あと活躍してるね日本人選手当たったら最高なんですけどね。あ、やばい、はい、3パック目、ほい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 、ちょっと逆になっちゃってるけど、なんでこれ逆になるんだろうな。ほいほい、そしておおおお、出た、大谷翔平選手だ。今ちょっと分かんなかったけど、ジェネレーションナウって書いてる大谷翔平選手が出た、やったー。え、どうなんだろうこのカード。うわ、でも嬉しい、やったー。うわー、出た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 、よかった、来たー。うわー、かっこいい、バッターの大谷翔平選手のカードですね。あー、嬉しい、やりましたね。そしてもう一つがこちらのね、選手のカードが出ました。しかもなんか横のカードでいい感じな、かっこいいカードで出た。はい、では次のパック見ていきましょう。さあ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 、最後に出るのは、こい、違う選手が出た。あと残り3パックです。カードのさ、パックの開封動画ってあんまりさ、やってないからさ、ちょっとこうやってお見せするの若干下手くそですよね、僕ね。続いてのカードが、えい、さあ、お、なんか特別そうなカードが後の方にあるぞ。おいおい、なんだこれ。お、え、なんだこれ、なんか特別なカードが出た。コングラチュレーション、 You have received player jersey number メダリオンカードだって。タティスジュニアって去年活躍した選手じゃなかったっけ。おお、当たりました。今のところ分かりませんが、スマホですぐ調べたい、後で見てみましょう。そして、あ、そしてタティスジュニアさん、あ、これ同じですよね、選手ね。はい、出るかな大谷翔平選手は。最後の方に出てほしい。おお、かっこいいね。ホームランチャレンジャー。そして最後、おお、マイク・トラウト選手が出ました。ね、大谷翔平選手のね、相棒ですよね。もうね、エンジェルスで。うわー、かっこいい。それでは最後のね、パック開封します。何が出るかな？ラストが。さあ、大谷翔平選手は、もう1枚出るのか。バッターの大谷翔平選手も見たいと。そして最後がこちら、フランコ選手ということで、残念ながら大谷翔平選手もう1枚は出ませんでした。ということで、今回当たったカードね、レアカードっぽそうなのをね、見ていきましょう。1枚は大谷翔平選手ですね。ジェネレーションって書いてありますが、かっこいい。いや、よかった、1枚でも当たって本当にホッとしましたわね。このカードのね、価値とかね、そういうのは正直まだ調べてないので分かりませんが、とにかく大谷翔平選手が当たって僕は嬉しいです。よかった。ということで、今回はですね、こちらの大谷翔平選手のカードが当たりましたので、マスオは大満足でございます。いや、もうね、こっからさらにね、大活躍をしてもらって、ぜひね、大谷翔平選手にはね、MVP にね、なっていただきたいなと思います。すごいね、なかなか難しい戦いなのはね、分かっているんですけど、やっぱね、カードのね、開封ってめちゃくちゃ楽しいですね。はい、ぜひね、またね、開封動画などもね、やりたいと思いますので、見ていただけたらなと思います。ということで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。